現地10月9日、2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は IOC、国際オリンピック委員会に対して5つの競技を追加する旨の正式文書を提出した。野球、ソフトボール、クリケット、フラッグフットボール、スカッシュ、そしてラクロスの5競技である。フォト、各国の女性から黄色い声、アジア競技大会を沸かせた、神レベルの超イケメン語を特集。 やはり日本のスポーツファンにとってより関心度が高いのは、どちらも東京五輪で金メダルを獲得した野球とソフトボールの復活だろう。今月12日からインドムンバイで行われる IOC の理事会と総会で協議され、16日に正否が決まる予定だ。もし復活となれば、東京五輪以来の2大会ぶりで、 野球に関して言えば MLB のお膝元であるアメリカ開催のためメジャーリーガーたちの参加も期待されている。五輪での野球復活報道に歓喜したのは韓国も同様だ。スポーツサイトスポータルコリアは東京五輪でメダルなしに終わった屈辱を晴らす好機となるかと命打ち次のようにレポートしている。世代交代が進む韓国野球界にとって ロス五輪での野球復活は良いモチベーションになりそうだ。2008年の北京五輪で急戦全勝という伝説を残した韓国野球だったが、21年に野球が復活した東京五輪では3勝4敗でメダルなしの屈辱を味わった。さらに今年3月の WBC、ワールドベースボールクラシック、では一時ラウンド敗退という衝撃的な結果に直面する。世代交代に拍車をかけたのだ。 一方で、先日閉幕したアジア大会では見事に金メダルを獲得。グループステージで台湾に一度は敗れたが、決勝で雪辱を果たして優勝を飾った。アジア大会を通じて韓国野球は20代前半の若い選手が国際舞台で活躍できるという自信と貴重な経験を得た、と評している。侍ジャパンも再始動する。11月には、 アジアプロ野球チャンピオンシップ2023が東京ドームで開催され、オーストラリア、台湾、韓国との総当たり戦を繰り広げる。2024年にはプレミア12があり、26年には再び WBC が行われる。ロスゴリンに至るまでの国際大会からも目が離せない。